在地でもあるタークの街は古く、スコータイ時代には、スコータイ王朝の西の前衛都市であった。この時代のタークの街は、現在のターク市内にはなく、バーンターク郡にあったが、マハータンマラーチャーの時代に、現在の場所にタークが移された。19世紀以降、地域財の集積地として発展した。 1886年、ラヘーン軍が成立し、県庁舎の中に市長があった。1938年には、県名と県庁所在地の名前を一致させる政府の政策により、ムアンターク軍と解消した。その後、1956年に市長舎が完成するが、1965に火災で消失。ルワン・サンブラー・ヌラックという人物の別荘に一時移転。 1967年に新視聴舎が完成した。ラーンサーン国立公園のラーンサーンダ・キピン川が形成した平地にあり、市街地の西側に山岳地帯が広がる。この山岳地帯の中には、タークシン大王国立公園やラーンサーン国立公園がある。交通は南北に国道一号線が南北に通っており、北にラムパーン方面、南に カムペーンペット方面と通じている。国道105号線が西に伸びており、メイソーと方面と通じている。また、国道12号線が東に伸びており、スコータイ方面と通じている。軍内の主な産業は農業であり、米園、ラムヤイ、トウモロコシなどが生産されている。軍内には12のタムボンがあり、さらにその階に102の村がある。 自治体が設置されており、以下のようになっている。また、軍内には10のタムボン行政体がある。以下は、軍内のタムボンの一覧である。内欠番のタムボンは分離し、ワンチャオ分軍を形成しているタムボンである。タムボンラヘン、タムボンノーンルワン、タムボンチエン軍、タムボンフワディアット、タムボンノーンブワヌはタムボンマイガーム、タムボンポーンデーン、タムボンラムルム、 タムボンワンヒン、タムボンメイトータムボンパーマムワン、タムボンノーンブワタアイ、タムボンワンプラチョップ、タムボンタルッククラントゥン。ありがとうございます。